ハッピーエンドを迎えられるかというゲームになります。これまでに PS3、Xbox360、 そして PSP、PS ビータと多くのゲームハードで発売されております。そして PS4 では、ホストガールが踊ってくれるホストガールオンステージや、これまでのキャラクターが一新されたドリームクラブ55が発売されております。ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。そして、劇団ドリームクラブとは私たちですね、そんな中2013年、もう2013年なんですね、約3年いかないぐらいか、2年半前ぐらいに結成されたドリームクラブゼロのキャラクターで構成された、いわばホストガールが3次元に飛び出してきたぞという 2.5 次元のユニットでございます。これまでにダゾーナ川崎プラザソルで行われた劇団ドリームクラブ国民総ピュア化計画エブリデイが週末を皮切りに、これまで数回のライブイベントと、そして東京ゲームショー2014では G3 パブリッシャーブースから私たち劇団ドリームクラブがミニライブを行いました。そして今回新たな第3期メンバーを加えた、全ホストガールで活動再開という運びになりました。本日はそんな劇団ドリームクラブの活動のお知らせとともに、第3期メンバーを含めた劇団ドリームクラブのメンバーを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。結構喋りましたね。はい、というわけでまずはですね、4月30日に渋谷ライブハウスルイド K2 というところで行われるホストガールオンステージシャープ1の詳細を私からお伝えしようと思います。じゃじゃん、こちらに分かりやすく文字で書いております。2016年の4月30日、結構間もなくなんですけれども、渋谷ルイド K2 というライブハウスで行われるライブイベントになります。渋谷ルイド K2 というライブハウスは渋谷駅南改札から徒歩3分楽器屋さんの脇に入り口があるライブハウスさんです。昼の部は14時開演、夜の部は18時半開演で、会場はそれぞれの45分前になります。当日券もご案内できますので、当日もしもよし行けるってなった際にはぜひ当日足を運んでチケットをゲットしてください。そして前売り券の方は劇団ドリームクラブの公式サイト、もしくはホストガールたちのツイッターでも告知しておりますので、そちらの URL からぜひご購入ください。はい、そしてそのイベントに先立ちまして、皆さんにいくつかご理解とご協力いただきたい点がございます。1つ目、会場までの並び列について、昼の部夜の部ともに全席自由席スタンディングとなっております。会場まで近隣の方のご迷惑にならないよう整列にご協力ください。特に楽器屋さんの入り口を塞ぐような、整列だけは避けていただきますようお願いいたします。ピュアで過ぎに気をつけてください。そしてピュアな皆さんだったら絶対守れると思っております。信じております。ぜひご協力お願いいたします。そして2点目、はい、なんかね、私個人からというか私が言うのもなんなんですけれども、毎回、ホストガールを愛していただいている皆さんからお花をいただくことがございます。こちらのですね、出演者へのスタンド花については、郵送は当日午前10時までに到着でお願いいたします。はい、そして3つ目は手荷物について、会場内にはコインロッカーが10個ほどご用意ありますが、ちょっと小さめになっております。ですので、あらかじめ駅のコインロッカーなどを利用されることをお勧めしております。そして4つ目、ライブハウスはワンドリンク制となっております。ドリンク代がチケットと別にかかりますので、そちらもご注意ください。そして飲みすぎないように、酔った状態でね、グワングワの状態でホストガール見るよりもほろ酔い気分で見ていただく方が可愛いホストガール見れると思うので、ぜひそちらもご協力ください。はい、どれも重要なことですので、もちろんこの後ツイッターでも流しますので、ぜひチェックしてください。はい、そして物販のお話になります。さて、初っ端からね、私一人で堅苦しい話しておりますけれども、ホストガールご紹介までもう少々だけちょっとお話にお付き合いください。
はい、ここで当日の物販について触れていこうと思います。一つ、今回のライブではツーショットチェキがないよという嘆きの声が多かったのですが、その代わり今回は制服と私服のブロマイドが販売されます。イエーイ。ブロマイドはね、今まで劇団ドリームクラブでは第1回の、舞台の時には特典、まあ指名特典でついてたんですけれども、今回それを除くと初の、ブロマイド販売になります。めでたい。ぜひぜひこちら推しのホストガールのブロマイド、推しじゃなくてもいいですけれども、ぜひぜひご購入ください。そして2つ目は、私柳瀬春日が務めさせていただいておりますミアンのキャラクターなんですけれども、ミアンといえば肉の高円寺でございます。その肉の高円寺をあしらったあれといえば、そう、あれです。あのもうね、売り切れちゃったんだっていう声が多かった肉の高円寺タオルが、なんとそれが今回手ぬぐいとして再販されることになりました。やったー。たまにね、ライブでも肉の高円寺こうちっちゃく広げてくださってる方がいるんですが、こちら手ぬぐいになりますので、ぜひぜひご購入ください。あ、手ぬぐいちょっと嬉しいっていうなんか声が、そしてコロッケはっていうのなんですけど、コロッケはね、ちょっとまた他の申請とか出さなきゃいけないから、ね、また他の機会にコロッケはぜひね、売れるようにちょっと私からもどうにか交渉していきたいと思います。そして3つ目、こちら嬉しい方多いんじゃないかな、せっちゃんのスマホスタンド。はい、このスマホスタンド、すくみずを着たせっちゃんがスマホを支えてくれるんです。で、ね、私も現物見せられないのはとても残念なんですが、ちっこくて可愛いせっちゃんがあなたのスマホを支えてくれます。ぜひこちらも会場にてご購入してください。そして4つ目、こちらはですね、あの会場で現物っていう感じではなく受注生産になってしまうんですが、劇団ドリームクラブオリジナルグラスを販売いたします。これにドリンクを入れて飲むとお家でもドリームクラブ気分が味わえちゃうという製品になっております。お酒じゃないので、こちら未成年の方もご購入いただけます。これは、ライブ後日、ご自宅に直接お届けという形になります。ご了承くださいませ。そして、5つ目、こちら最後になります。ドリームクラブといえば、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、ドリームクラブ、まあね、みんな何だと思いますか？ドリームクラブ。ドリームクラブといえば、なんだ？みんな意外と答えが出ないな。これは貯めても仕方ないので言っちゃいましょう。ドリームクラブでは今回リアルにドリガチャを用意しております。ドリガチャ、イエーイ。さて、まあもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、ドリガチャとは何ぞやっていうことなんですけれども、まあ、お店に入る前に回せるガチャガチャですね。こちら景品の方はホストガール一同のサイン入り T シャツ、そして取り下ろしのチェキ、そして、を取り扱っております。こちらのゴニョゴニョゴニョに関しては、ね、物販のコーナーで独立で販売されるらしいので、もしこのゴニョゴニョゴニョが当たらなかった場合は、直接お買い上げいただけます。そして、このドリガチャ。一回いくらだろうなぁ。まあ、原作通りに言うと、うん、万円ぐらいは取りたいんですけど、でも、せっかく忙しい中来ていただいてますし、しょうがないね。なんと500円で回せます。イエーイ。500円ですよ。500円でサイン入りの T シャツ、もしくは、取り下ろしのチェキ、そして、が当たります。イエーイ。このね、ゴニョゴニョゴニョに関しては、どんなに問い合わせても、どんなに偉い人にしつこく問い合わせても、教えてくれないらしいので、ぜひ会場でチェックしてみてください。はい。というわけで、
物販は公演前、そして公演後に、ご購入いただけます。すべて在庫限りの取り扱いになりますので、ご購入はお早めに。はい。そして、すでに公式サイトを見た方、見ていらっしゃいますかね。ご存知かと思いますが、今回ホストガールが出演してるのはもちろんなんですが、一番下見ました、一番下。なんと、今回、ライブにはナレーションとして、天の声として、ドリーム X クリエイト代表、つまりは、店長がやってきます。イエーイ。これを待ってた人も多いんじゃないかな。まあね、サイトで告知されるまではね、私も知らなかったんですけれども、まあそれ以上はね、特にこちらからコメントはできないんですよね。うん。どうなることやらということで、皆さん当日までホストガールとの絡みお楽しみに。台本あんのかな？台本あったらいいな。無茶ぶりするもんな、絶対、店長。はい。映像ではなく、そうです。映像ではなく、本人が、はい。やってきてくれていますので、ぜひそちらも、ホストガールとの絡み、ホストガールへの無茶ぶり、ホストガールへのセクハラ、そちらもぜひ、お楽しみくださいませ。そして、店長が来るのはもちろん、今年のドリームクラブ、激ドリは一味違います。しれっと告知されておりましたが、5月15日、新中野スタジオルーシーさんにて劇団ドリームクラブマリの生誕祭を行います。ドーン。はい。マリ役である、こちら、ゆずきなるみさんを囲んでの撮影会になります。ゆるいな、これ。ゆるいな。5時もあるし、この、これ。もうもはや、マリの口調でもないしね。来てねって書いてますけども。はい、ぜひぜひ。チケット発売は今日の4月9日22時より受付開始となっておりますので、つまりこの放送終了してから1時間後にお買い求めいただけます。こちらですね、参加人数がとてもとても限られておりますので、ぜひね、更新ボタンをクリックして早くチケットをゲットしてください。まあマリオね、一人目、まあ、やるわけですけども。ということはね、全員やるんじゃないかなーなんて思ってるんですが、あ、大人が OK を出しておりますよ。ということで、多分やるんでしょうね。ですので、好きなホストガールがいるよという方は、その月までワクワクドキドキしながら待っていてください。はい。さて、お待たせいたしました。これで、私のお仕事はほとんど、終わりでございます。さて、お待たせいたしました。これより劇団ドリームクラブのホストガールの紹介へ移りたいと思います。の前にちょっとした秘宝がございます。ごめんなさい。今回節約の織原司さん、そして霊界役の渋谷恵里香さん、そして受付役島垣クララさんが都合上今回は出演できません。あらかじめご了承ください。はい。というわけでね、こんなジメジメした空気を吹き飛ばしてくれる方、お呼びしましょう。それでは早速参りましょう。まずは、あまね役、望月誠さんでーす。イエーイ。どうぞ。よくぞ、あ、よくぞおいでくださいました。危ない危ない。ピュアが飛び出すところだったよ。はい。というわけで、ありがとうございます。来ていただきました。望月誠さんでございます。それでは簡単に自己紹介をお願いします。はい。あまね役の望月誠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。望月誠さんはあまね役ということなんですが、はい、普段は何をやってらっしゃる方なんですか？普段は、モデルのお仕事とか、ね、お芝居のお仕事がメインで、だって顔ちっちゃいもん。ちょっと私下がりたいもんね。ちょっと下がりながら喋ろう。声は晴れるから。声は晴れるから。ちょっと下がるわ。はい。普段はじゃあモデルさんとかをやってるんですね。もう仕事がありがたいことに多いです。いいですね。なんかニヤニヤしちゃいますね。はい。というわけで、趣味は？趣味なんですけど、はい、結構いろいろあって、うん、あまねさんと共通のものだと、うん、映画すごく好きで、私も小説とか映画とかの創作物がすごい好きなので、うんうん、はい、そこはすごい共感して
しかもなんか今日は、今日はっていうか、私がね、知ってるまほこちゃんはもうちょっとなんかこう、なんかもうちょっと雰囲気が違うんですけど、今日はお嬢様っぽい。そうですね。これは意識して。普段はショートカットで、うん、結構元気な。そう、なんか元気なイメージがすごいあるんですよ、私の中では。ちょっと、あまねちゃんに近づくために、うんうん、今、長くして、ほうほうほう、カードを履いて、頑張ってます。これもすごい、初めて見たけど似合いますね、やっぱり。お嬢様の雰囲気がすごい出てる。はい。というわけで、まあね、こんな、まあ、わきあいあいとお話もしたいんですけど、まあね、1位のメンバーとしては、心配なんですよ。すいません。本当にホットガールのこと分かってるのかなって、心配なんです。怖いな。だからここで、軽いクイズを出したいと思います。じゃじゃん。大丈夫かな、大丈夫かな、ちゃんと予習してますというわけで、あまねちゃんのサイリウムの色は、なんでしょう。さて、わかるかな、わかるかな。あ、勉強してきました。これは期待できますよ。というわけで、答えをどうぞ。赤。ピンポーン。赤でございます。ちょっと一瞬ピンクかなりました、まあ、そうですね、髪の毛赤だけどピンクとかワンポイントリボンはね、ピンクですもんね。私服とかがピンクが多いので。赤です。はい。よくできました。というわけで、ライブに出てよし。はい。はい。というわけで、ライブに向けての意気込みなんかありますか？はい。私もステージで歌ったりダンスをしたりっていうのはすごく好きなんですけど、はい、ちょっとまだまだ足りない部分とかがあるんですけど、本番見ていただく方々のために一生懸命頑張りますので、ぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。あまねちゃんぽーい、かわいい、ね、見ていただく方のためにっていう、なんかこうね、謙虚さ、そしてなんか奥ゆかしさみたいなところがもうあまねちゃんですよ。これはぜひ期待していただいてもいいのではないでしょうか。はい、というわけで、何か言い残したこと、言い残したことってあれですけどね、何かここで言い残したことは。先輩、よろしくお願いします。やだ、これ台本に書いてないし、私イエって言ったわけじゃないからね、別に、はい、どうしよう、この形式ずっと続いて一人一人全員こう仲良くしてくださいという方の、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいよ、もう気持ち変えるんだから。私が人見知りってことも知ってるから気持ち変えるんだから。これはね、いいライブにしましょう。はい、はい、というわけで、望月誠さんでした。ありがとうございます。イエーイ。あ、でも名残惜しいね、なんかね、すぐ行っちゃうんだからみんな。はい、というわけで次の方行きたいと思います。次の方は美容役の宇佐美愛理さんです。イエーイ。皆さん、お待たせしました。はい、まずはこちらに名前を置いていただいて。はい、はい、というわけで、はい、美容役になりました。うさたんこと宇佐美愛理です。はじめましての方、よろしくお願いします。イエイ。はい、実は今日持ってきたんです。うん、何を？じゃじゃーん。メガネ。すごい、意識が高い。じゃあどうぞどうぞ。うさたんは普段、メガネもしないし、うん、おでこも、鉄壁の前髪を剥がしたことが今までなくて、すごく不安なんです。なんか、すごいメガネをしてるイメージは確かにないかな。そうなんです。すごい、ミオなのにアイリっていう感じがしてます。うさたん、うさたんって呼んでください。アイリ、アイリじゃないよ。アイリじゃないの。うさたんだって。うさたんだから。うさみのうさたんです。はい。うさたんだから。早くメガネかけなさい。はい。あー、緊張する。リアルかな。あ、全然大丈夫。もっともっと見せて、もっと見せて、もっと見せて、もっと見せて。ああ。もっと見せて、もっと見せて。はい。カメラどこ？ここ、ここ。というわけで、はい、そんなメガネが似合う宇佐美愛理さんですが、普段は何をやってらっしゃるんですか？普段は声優さんを目指して活動しています。確かに声が可愛らしい、はい、いや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 、ありがとうございます。ほら、可愛いって可愛いって可愛いってコメントが来てますよ。もう一回言って、もう一回言って。私は、私は可愛、はい、い、 いあ、まあ、関係ねえぞということで、はい、そして趣味は、はい、趣味はなんかすごい趣味がありそう。すごい自分の世界がありそうな感じがする。かわいいものを集めるのが、わかる、すごいわかる。ちょっと立って、ちょっと立って、すごいかわいいんです、ほら。いちごが好きです。かわいくないですか、はい、いちごとだって、さくらんぼよ。はい、今日
今日はすごい可愛い、うん、桜の季節なので、はい、桜もつけてきました。やだ、気も使えちゃうみたいなね。はい、しかもなんか桜、なんかね、こういうバーモチーフってなんかみおちゃんなんかね、似合う感じがすごいする。そうなんです。もう本当にみおちゃんが可愛くて、もうね、可愛い。私もそう思ってる。そしてね、みおとみやんはね、仲がいいキャラクターなので、そうなんです。ぜひぜひ。みおさん、ダンス教えてください。一緒にやりましょう。ぜひぜひ。切磋琢磨して、行きたいのは山々だけど、はい、やっぱり、まあ、今、握手は軽々しくしちゃったけど、でも、本当に勝ってんのかなと。というわけで、はい、クイズを出したいと思います。はい、頑張ります。じゃじゃん。みおちゃんのサイリウムの色は何色でしょう？緑。早いわ。もういいよ。もう正解だけど、よく勉強してきました。はい。だいぶ似ててよし。というわけで、ライブへの意気込みをどうぞ。はい。ダンス、本当に頑張りたいって思ってます。普段、動きがゆっくりなんですけど、うん、シュシュシュって動けるようになりたくて、はい、うん。激撮りに入りました。あ、はい。なるほど。もう、みおちゃんになれるように、はい、一生懸命頑張りたいと思ってます。はい。はい。なので、ぜひそうです、シュシュシュと動くうさたんも、はい、ぜひぜひ期待して待っていてください、はい、お願いします。それではうさみあいさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ほら、頑張ります。あ、かわいい、かわいい、かわいい一言残していっちゃうのね。はい、そして次はルイ役シオンゆきさんです。イエーイ。もう本当みんなパチパチしてくれる。本当に温かい、このコメントの方が。すごい落ち着いてる、そして。ルイ役の。皆さんお待たせしました、ルイ先生ですよ。はい。というわけで、自己紹介を早速お願いいたします。はい。皆さんこんばんは。今日も楽しい授業にしましょうね。ルイ役のシオンユキです。よろしくお願いします。やばい、もうアダルティーだ。なんかアダルティーな、こう、起用されて、こう、どんどんフレームアウトしていきますが。はい、アダルトに頑張ってます。アダルティーで、お綺麗なお姉様、はい、シオンさんは、普段何を、はい、普段はアニソンライブに出たり、はい、あとは声優としてラジオドラマに出たりしています。うんうん、はいはい、そうなの、すごい、はい、お歌がうまいんです。歌が大好きですね、本当に、はい。関西出身なんですけど、歌やるために上京してきました。うまいの、はい。なんか待って待って、今このたまたまコメント見たからね、言うけどね、チャーハルにないものをお持ちだって。いや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 、そんなことないですよ、本当に。もういいよ、もういいよ、いいよ、もういいよ、とにかく私は今日はね、紹介するんだ、みんなのことを。お願いします。すごいんです、歌がね、上手なんです、本当に。そんなアダルティーな歌がやっぱり多いじゃないですか、多いじゃないですか。そうですね、本当にアダルティーな、うん、すごいの。そうですね、リップスティックとかね、すごくアダルティーで、うん、研究してます。すごいの、とにかく色気がもう半端じゃないよ。ありがとうございます。そんなお色気担当のしおんさんは、はい、ご趣味は、趣味がですね、お色気だからって言える範囲、放送に乗る範囲の趣味でお願いします。そんな放送禁止の趣味は持ってないですけど、アダルティーの趣味ではなく、そんな趣味は持ってないですけど、はい、私フィギュアスケートがすごい大好きです。お、私やってました。そうめっちゃびっくりしました。本当ですか？やってはないんですね。やってはないんですよ。見るのが好きなんだ。やりたいなとは思うんですけど、はい、だからあんな綺麗な動きなんですね。いや、多分それは稽古場で見てるからすごい綺麗で、やめろやめろ、今私の話じゃないんだ、私の話じゃないんだ、やめろやめろ、ちょっと後で詳しく聞かせてください。はい、でもね、私も詳しく聞きたいことがあるんですよ。え、何ですか？なんかね、そんな、まあ、アダルティーで、はい、まあ、ルイ先生だって私も認めたいところなんですよ、もちろんね。そうかしら。でも、はい、まあ、本当にルイ先生のこと分かってるのかなって。分かってるわよ、そんな。って思うじゃないですか。と、はい、いうわけで、クイズを出したいと思います。はい。いつも授業をね、する側ですけれども、はい、今回はクイズに答えていただきますよ。ちゃんときなさい。というわけで、ルイ先生のサイリウムの色は何でしょう？いや、難しい問題出しちゃったかな。これ、一番問題だったかな。もちろんあの色でしょ？お色気ピンク。あ、正解！イエーイ！いや、みんなすごいな、優秀だな、やっぱり。よかったです。はい。というわけで、はい。ライブに出てよし。あ、よかったです。というわけで、ライブへの、はい、ルイ先生のセクシーな意気込みをお願いいたします。はい、そうですね。
もうすごい歌もダンスもね、ちょっと頑張ってやってて、自分自身もすごい楽しみにしてるんですけど、まあ、会場全体をお色気ピンクに包みたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、言い残したことはございますか？柳瀬はるきさん、すごく綺麗です。やめてください。あの、稽古が本当に美しくて。もう汚い、もう、ね、何か言い残したことしかないようにしてます。というわけで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、もうやめよう、なんかもうね、ちょっと余計なこと聞かないんですよ。はい、というわけで、次、リホ役、鈴木遥さんお願いしまーす。来たー、絶対アイドルだー、絶対アイドルが来たぞー、逃げろー。こんばんはー。というわけで、はい、鈴木遥さん、自己紹介を早速お願いいたします。はい、皆さん、こんばるるん、はるるんこと鈴木はるかです。よろしくお願いします。早めにしてくれた、私やったのに。あ、せーの、こんばるるん。はい、はい、幸せしてないみたいなね。はい、というわけで、はい、こんばるるんのはるるんが、はい、リホ役、リホちゃんですね。リホちゃんです。リホちゃんでございます。はい、そんなこんばるるんなはるるんは、はい、普段何をやっているんでしょうか？私はですね、うん、声優のお勉強をしながら、はい、あのライブの活動を主にしてます。ライブ、現役大学生でございます。あら、あら、現役大学生ですってよ。はい、ですってよ、ですってよ。はるか様って同じはるか様っていうのが、今回そうなんですよね。さっきのね、うさたんといいね、なんかお名前が被ってるんですよ。お名前が、はい、あら若いやった。はい、そんな若さあふれる、はい、はるるん、はい、ご趣味は？私、あの、趣味と特技が一緒なんですけど、うん、細かすぎて伝わらないものまで。それ大丈夫言って、私振るよ、そしたら。あ、なんか、あ、まあ、みんなしょうがないから。あ、やってくれるの？はい。あ、もう、こうなったらやるしかない。やってみるもんですね。はい。はい、というわけで、一つ、はい、自信があるものを、はい、お願いします。わかりました。敵に締め上げられて、もだえ苦しむ孫悟空をやりたいと思います。うん、はい。わかりました。いきますよ。はい。3、2、1、以上でございます。あー、はい。はい、こんなね、器用なハルルンはきっとね、歌の他にも MC コーナーとか盛り上げてくれるんじゃないかなっていう期待感が今出ましたよ、私は。あ、そんなにハードルを上げられてしまった。すごいなんか、すごいなんかね、コメントなのに、てんてんてんっていう無言がたくさん。コメントなのに、はい、みんなコメント打ってください。そんな器用なハルルンですけどね、はい、なんか、まあ、孫悟空はできても、なんか、これは分かんないんじゃないかと思うんですけど、なんだろう。リホちゃんのタイリウムの色は何でしょう？タイリウムカラーか。私のバストサイズは96センチで。うるせえ、うるせえ、バストサイズなのさ、やめろ。確か80センチだったよね。やめろ、やめろ、やめろ。水色だよ、水色だよ。水色だよ。水色です。水色だよ。はい。水色だよ。春のサイズだっていうのが、やめろ、水色だよ、水色だよ。もうサイズは言わない、水色しか言わないもん、ここから。水色です。そんな水色で爽やかな、はい、可愛らしいリホちゃん役のはるるん、はい、ライブに向けての意気込みをお願いします。はい、私実は高校生の時からピュア淑女の一人でございます。うん、なのでこのドリームクラブ、劇団ドリームクラブに所属できてとても嬉しいので、その思いを4月30日にぶつけたいと思います。みんな見に来てね。これは見に来るしかないでしょう。ね、はい、というわけで、リホ役の鈴木遥さんでした。ありがとうございました。山田先輩、ありがとうございました。いいよ、いいよ、もういいよ。かけて、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 かけて。はい、というわけでね、次はまあ、この人をついにお呼びしたいと思います。直役の青木まりこさんです。イエーイ、いいか、ごめん、ありがとう。あー、示してないけど。あれ？おかしいな。というわけで、早速、自己紹介をお願いいたします。はい、一期から直役をやらせていただいてます、青木まりこでーす。イエーイ。ね、そんな青木まりこさん、うん、改めて何をしてるんですか？改めて、私は普段、舞台女優を主にしながら朗読とかやったりとか、でも最近は、音楽とかもやったりしてるんですよ。うんうん、なんかユニットとか組み出して、はい、最近の話なんだけどね、近況報告ね、はい、これね。あ、もうそれは他のところでやろう。後でね、後でね。そう、でもね、私実はね、マリコ様の趣味を知らないんですよ。あ、
趣味、うん、趣味ね。でもそんなに特殊な趣味はなくて、うん、なんかじゃドリクラ民だしさ、うん、結局のところ、うん、やっぱお酒を飲むのが好きで。ああ、なるほど。いいですね。なんかその趣味は。私富山が出身だから、はい、富山って日本酒がすごく美味しいんですよ。うん、で、私一応観光大使を富山県の高岡市でやってるから、それで聞き酒をしなければいけないと思って、はいはい、使命感に駆られて日本酒をすごいよく飲むんですよ。あと美味しいお酒と美味しい居酒屋を開拓するのが趣味かなって思いますね。うん、まあそんな、うん、マリコ。はい、引き酒がね、どうのとか言ってますけど。なんや。わかんないんじゃないかな、これ。どういうことだよ。ほんと油断してるでしょ、一気だと思って。何怖いんだけど。なおちゃんのサイリウムの色は？お？え、久しぶりだから、ちょっと忘れちゃったかも。なんで？バカだわ！油断すんなって言ってんだろ。オレンジだよね。はい。ここはちゃんと打ち合わせたんだよ。そう、そこだけ。殴るからっていうのにちゃんと打ち合わせて、大丈夫だよ、怪我してないからね。ちょっと、ここは打ち合わせ済みだから。そうです、オレンジです。茶色じゃないからね。オレンジです。オレンジだからね。はい、というわけで、ライブに向けての意気込みをお願いいたします。そうですね。やっぱり、ピュアソングはね、とってもいい曲じゃないですか。すごい可愛いし、ダンスも可愛いし、ぜひいろんな人に広めたいので、何回見たって、いいものだから、はい、久しぶりに出演するということで、うん、そのピュアソングの魅力を精一杯伝えられるように、可愛く、楽しく、皆さんを元気にできるように踊れるように頑張りたいと思っておりますので、はい、オレンジのサイリウムよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、青木真理子さんでした。はい、ありがとうございました。はい、ちょっと待った。何？あれ？紹介してない人がいるぞ。まあ、せっかくだからさ、はい、ちょうどいいからさ、はい、ここでね、みやんちゃん役のね、はい、柳瀬晴さんのね、自己紹介もしていただこうかと思いまーす。私、僕からね、はい、何そんな驚いてん？ひらひらしいんだよ、反応が。下手だったかな、こんな私。え？え？こんな、下手だったかな。はい。じゃあね、うん、僕と同じなんだけど、はい、普段、うん、何をしてらっしゃる方なんでしょうか。普段は、まあ、青木真理子氏と同じように、うん、私も舞台で、うん、役者をしておりますな感じです。あ、舞台で役者をしております。舞台俳優の人ですね。はい、で、うん、結構さ、趣味多そうだよね、チャンハルってさ。いや、趣味はね、趣味っていう、あ、趣味はでもネイルが趣味っていうのはずっと言ってます。よし、ずっとネイルが趣味とは言ってます。ちゃんとね、ジェルを固めるね、業者みたいな道具を買ってね、最近。すごい。でも今日もね、可愛いね、してるんだよ。でもこれ違うの、やめて。あ、でも剥げてる、剥げてるの。ここしか見せられないから。いいところだけ見せてる。これ自分でやったの？そうそう、自分でやったの、これ。わ、すごい。なんかちょっと今さ、ラッパーみたいになってるんですよ。という感じですよ。ネイルが趣味なんです、こう見えて。いいですね。そういう女子力を僕にも教えてくださいです。はい。はい。というわけでね。はい、サイリウムの色は黄色。はい。早い！早いよ。あのクイズ出されるの嫌だもん。なんでだよ、みんな困ってんだろうなと思ってるもん。分かってる。じゃあさっさとやろう。はい、ライブの意気込みをよろしくお願いします。はい、ライブでは、うん、今ここではね、こんな感じでやってますけれども、うん、ライブではね、ちょっと冷たいことを言ってしまったりすると思うんです。素直になれないからね。素直になれなかったりするんです。ね、でも、うん、それが彼女の良さだと思って私、うん、頑張ってやっておりますので、嫌いにならないでください。かわいい。はい、という感じで、はい、頑張りたいと思います。はい、頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、頑張っていこうね。頑張ります。イエーイ。はい、はい、ということで、農薬の青木真理子でした。はい、次の人に渡します。ありがとうございます。はい、そして、はい、ついに次、マリ役の柚木なるみさんです。イエーイ。あれ、おかしいな。あれ？すごい静かだけど大丈夫かな。地獄から這い上がってきました、マリ役の柚木なるみ。はーい、ありがとうございます。よろしくお願いします。それに関しては私処理しないよって先に言ったもんね。うん、しないしない。もうやだやだ、触りたくないもん今それには。そんな柚木、あ、地獄から来た柚木さん、普段は何をしてらっしゃるんでしょうか。普段は同じですね、舞台役者やってます。はい、はい、最近はアングラの舞台によく出てます。うん、アングラ、まあね、ちょっとね、この個性的なね、柚木さん、趣味は何ですか。趣味は、
部屋を真っ暗にして、うん、ろうそくを1本立てて、うん、それを見つめながらお酒を飲む、うん、あー、イエイ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 、怖いな、怖くなってきちゃったな。はい、そんなね、まあ、マリっていう役もそういう感じはしますよね。そういう雰囲気だよね。だからだよね。信者です、私。そうだよね、だからだよね。うん、分かった。ちょっと怖いけど、ちょっと怖いから早めにクイズ出すね。あ、早い。マリのサイリウムの色は何でしょう。サイリウム、うん、スリーサイズじゃなくて。いいよ、サイリウムでいいよ。やめて、もうスリーサイズの話やめようとか。私が答えもなきゃいけない。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、はい、紫です。正解。今回は紫ですもんね、この人。そう。あら、ちょっとその意識の高さちゃんと見せていかないと。そう、そう、脱ごうと思ったの、はい、というわけで、こちらのドリームクラブ T シャツがね、先ほどのドリガチャに入っているサイン入りの T シャツの T シャツになります。ここでありがとうございます。なんか分かりやすく見せていただいてありがとうございます。はい、というわけで、そんな意識の高いゆずきさん、ライブへの意気込みをお願いいたします。はい、ずれてる、今さら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 さ、魂を震わせるライブにします。あ、これツイッターでもね、熱い言葉をね、あのマリ様は言ってらっしゃいますので、ぜひそちらのツイッターもチェックしてみてください。お願いします。当日まではツイッターをチェックして、ぜひ熱い気持ちで待っていてくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ゆずきさんでした。ありがとうございました。はい、そして続いて参りましょう。アイリ役の桜田萌子さんでーす。こんばんは。ありがとうございます。はい、桜田あ、違います。アイリ役の桜田萌子です。びっくりした、名前間違っちゃったかと思った。桜田萌子ちゃんね。すごい緊張したってごめんなさい。なんか桜のお花をね、つけて桜田萌子ちゃんが来てくれました。はい、桜田萌子ちゃんは普段何をやってらっしゃる方ですか。普段は、うん、子供と関わる仕事をしつつ、はい、あの茶道をやっている、その教える練習をやってます。すごい雅な方だったよ、意外と。雅な方でした、呼んだら。はい、そんなね、あの雅な雅な萌子ちゃんのご趣味は、趣味は食べることがすごく好きなので、はい、和菓子に合う抹茶を、うん、なんだろうと思いながら。雅すぎるんだけど、趣味が。食べ雅すぎるな。雅すぎるな。結局食べることが好きなので、はい、美味しいものを生み出したいと。すごいよ。今回の激撮り、ちょっとね、あ、なんかこう個性がね強いけど、みんな女の子っぽいですね。そうですか。すごい嬉しいです、私は。と近くて嬉しい。私は嬉しいです。というわけで、そんな雅な萌子さんに問題でございます。はい。アイリのサイリウムカラーは何でしょう。サイリウムカラーは青なのです。すごい。そこまでちゃんと言われるとなんか褒めたくなっちゃいますね。あ、ありがとうございます。よくやった、よくやった。そんなアイリのライブへ向けての意気込みをお願いします。はい、うん、ダンスも歌も初めてで、今ついていくのにアップアップしてるんですけれども、はい、当日皆さんと、うん、もちろん劇撮りメンバーも来てくださるピュア紳士淑女の皆さんとも楽しめる空間を作れたなと思ってるので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、それではアイリ役の桜田萌子さんでした。ありがとうございます。はい、続きまして、はるか役の伊藤舞さんです。はい、よろしくお願いします。はるか様来たぞー。OK、はい、失礼します。というわけで、はるか様がやってきてくださいました。はい、それでは早速自己紹介お願いします。はい、はるか役の伊藤舞です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなね、はい、伊藤舞さんは普段何をやってらっしゃる方なのでしょう。はい、普段は都内のライブハウスとか、うん、結構全国のライブハウスを回っております。はい、でライブ活動をしたりとか、あとはインターネットラジオをやったりとか、そんな感じですかね。お歌が得意なんですね。得意というよりは好きですね。あ、得意というにはまだ。素晴らしいです。はい、はい、そんな太田が大好きな、はい、お前さんは、お趣味は？趣味ですね、うんうん、いっぱいあるんですけど、私もネイルやります。あ、はい、一緒。ちょっと今やってないんですけど、ちょっと爪がね、爪がやりすぎて。仮もう一回見せとこう、もう一回見せとこう。もう一回見せとこう。はい、そうなんですよ。私も持ってます。あの、ライトをね。持ってます、はい。あとはディズニーと科学が好きです。あ、そうそうそう。ディズ、はい、
全部ディズニーだったんですよね、一番最初会った。そうなんですよ、初めてお会いした時、そう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 、リュックも持ち物とかそういうの全部ディズニーだったの。ミッキーでちょっと、はい、はいって感じだったんですけど。はい、そんな感じですよね。はい、はい、まあそのディズニーに詳しい伊藤麻衣さんですけれども、どれくらいのことをどれだけ分かってるのかと、はい、このくだりだいぶやったから言っちゃいますね。はい、サイリウムカラー、はるか様のサイリウムカラーは一体何でしょう。一番ピュアな色だと思います。はい、色です。ピンポンピンポン。はい、というわけでだいぶ出てよし。はい、というわけでライブへの意気込みをはるか様お願いいたします。はい、私歌とかダンスは結構今までやってきたんですけど、うん、お芝居をね多分やってることが今まであまりなかったので、こんな私がどうお嬢様になれるのか自分でもちょっとドキドキワクワクしながら日々研究しておりますので、どう変化するのか気になる方ぜひライブに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、以上、はるか様役伊藤麻衣さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして続きまして、のの の役みゆちゃんです。いらっしゃいませ。ののの役のみゆさんです。はい、それでは早速自己紹介をお願いいたします。はじめまして、のの今噛んじゃった。噛んだ、今噛んだ、大丈夫、噛んでない気がする。はい、はじめまして、ののの役、みゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みゆちゃんは、普段何をしてらっしゃる方ですか？普段のミュージカルとか、あと舞台とかの役者とかダンサーで出演させていただいて。え、みゆはミュージカルのみゆ？違うんですよ。あ、違うんです。外国の子猫の鳴き声です。あ、そうなんだ、聞いといてよかった。今勝手に解釈するところだった。はい、そんなみゆちゃんは、はい、ご趣味は何ですか？細かい作業ですね。細かい作業、例えばすごい分かりづらいんですけど、はいはいはい、直径5ミリの鶴が折れます。羽から羽まで直径5ミリの鶴が折れます。ちっちゃいことだけは分かりました。ぜひそれもね、あれです、ネイルの資格持ってます。だ、もう私なんか恥ずかしくなってきちゃった。そのゴミの鶴を、じゃあツイッターとかにね、あげてね、ぜひ。ライブの途中で投げたりね。あれですよ、エスカレーターの溝にはまる大きさなんで、多分、怒られるね、ライブハウスでね。いや、多分、気づかれないですね。先生の人にも気づかれないですね。はい。そんな、手先の器用なみゆちゃんですが、はい、まあこれこのくらい何回もやってるから言っちゃいます。はい、サイリウム、のののサイリウムの色は一体何でしょう。ちょっと皆さんに分かりやすいように回答をしていいですか？うん、どうぞどうぞ。みおちゃんの緑と、はい、アイリ様と、あと、うん、レイカちゃんの青を、はい、持って高速で振った色です。うん、あー難しいね。それをぜひね、皆さんチャレンジしていただきたいと思います。ののちゃん、ぜひ応援してあげてください。では、意気込みをどうぞ。かしこまっちゃった、なんか急に。意気込みを。緊張してる。はい。髪切りでおなじみのののちゃんなので、はい、ヒップアップを頑張って。ヒップアップ、はい。そうね。一生懸命ちょっとお尻を皆さんに、はい、マリオセリを見てもらえるように、はい、ちょっと頑張っていきたいと思いますので。これ期待しちゃうよ、そんなこと言ったら。頑張ります。はい。というわけで、髪尻に期待。というわけで、ののの役、みゆちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、アスカ役、鈴原沙央さんです。イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、早速ですが、自己紹介をお願いいたします。噛んだ。なんでみんな噛むんだ。アスカ役の鈴原沙央です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。沙央さんは普段何をやってらっしゃる方ですか？普段ですね、私はですね、社畜です。社畜？はい。社畜なんですね。社畜です。まさかそう来ると思わなかったから、私が噛んじゃった。来ると思わなかったから今びっくりしてますけど、社畜なんですね。はい。普通に、今は会社で働いてるんですけど、でも、声優さんを目指して勉強してるので、社畜か。行こう。
故じゃないよ。事故じゃないよ。いけた？いけた？よし、はい。どこまで聞こえてたのかな？趣味かな？趣味からかな？趣味です。はい。趣味の話です。私はですね、趣味というか、アスカと同じように、うん、スポーツが好きで、ほうほうほう、体を動かすことが好きです。はい。そっか。ちなみに、バレエは？バレエは、バレエはやってたんですけど、うん、おうおうおう、こっちではなく、うんうん、こっちの方のバレエ。ああ、そっちかー。こっちの方のバレエを。こっちのバレエかー。やってます。でもそんなね、ってことは、体の動きが綺麗なんじゃないかな。ダンスが楽しみだななんて思っていただけると嬉しいです。はい。ぜひ期待しててください。そんなダンスが美しい、サオさんの、はい、に問題でございます。紫。あ。やりすぎた、もうこの二人。サイリウムカラーは、アスカの色は紫でございます。紫です。よろしくお願いします。ぜひ紫を振って応援してください。それでは、よくできたので、ライブへの意気込みをどうぞ。はい。私実はこの劇撮り4月30日のライブが初舞台となるんですけれども、うんうん、はい、すごく緊張してるんですけど、うんうん、でもアスカの魅力、ドリームクラブの魅力たくさん伝えられるように頑張りますのでよろしくお願いします。そんなフレッシュなね、サオさんにぜひぜひアスカの魅力をいっぱいいっぱい伝えていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。いや、いいですね。新しい風がたくさん入ってきてますよ。というわけで、続きまして、優役のホタテちゃんでーす。イエーイ。これ役名と逆なんじゃないかなっていう感じの。ホタテ。ホタテか。ホタテです。わかりました。わかりました。ホタテちゃんですね。はい、ホタテちゃん。ホタテです。そんなホタテちゃんは普段何をやってるんですか？普段と言いますか、うん、最近は人間になりました。うん、最近なんですか、人間になったの。最近ですね。あ、物心ついたの最近みたいな感じですか。そうですね。それまでずっと海にいたんですけど、うんうん、なんかやっと陸に上がってきましたね。あー、こりゃー重症だ。そっかー。ちなみに、まあ、最近ね、人間になったってことで、はい、いいのかな、なんか趣味とか聞いても。あ、趣味はですね、はい、やっとこう陸に上がってきたことで、星が見えるようになったんですよ。あー、ロマンチック。本当ですよ。本当に星が好きなんです。はい。仕事プラネタリウムとかも。あ、行きます。そうなんですね。はい。そっか。そうです。そっか。はい。でもね、そんなね、陸に上がりたてのホタテちゃんにはちょっと厳しいかもしれませんが、はい、今回夕役をね、やっていただくわけで、夕役のホタテちゃんに聞くのは、はい、ユウのサイリウムの色は何でしょう？貝柱の色。おお。正解。イエーイ。正解。正解。正解。やった。というわけで、ホタテライブに出てよ。いやー。というわけで、ライブに向けての意気込みをお願いします。はい、人間語でお願いします。あ、人間語ちゃんと喋ります。はい、習得したので。はい。ユウちゃん、キャラ。ストガールのキャラにはいないというかなというか、ね、ストーリーにはいないんですけど、私なりのゆうちゃんを作れたらなと思う。まあ、自由ですよね、はい、自由に。自由にね、はい、ホタテちゃんの不思議なゆうをね。不思議なゆう。不思議なゆうを。不思議の、いいんですかね。不思議な、磯っぽいゆうちゃんを。あ、磯っぽいゆうちゃん、いいですね、はい、かわいいかも。ぜひぜひ。はい、お楽しみに。お楽しみにというわけで、絶対会いたいでしょ、だってもう会いたくなってるよね、みんな。会いたくなってるでしょ。ぜひぜひ会場に来てください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、続きまして、 L 役の脇本美咲ちゃんです。こんばんは。はい、もう海から来たとかいいからね。もういいからね。ホタテちゃんの後やりにくいですね、はい、でも焼け野原だよ、この辺。この辺焼け野原ですよ。はい、そんなわけで、はい、L 役の脇本美咲さん、自己紹介をお願いします。はい、皆さんはじめまして、 L 役の脇本美咲と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そんな脇本美咲ちゃんの、はい、普段の活動は何をやってらっしゃるんでしょうか。普段は、声優さんとしてお仕事いただくために今お勉強中でございます。あ、じゃあ声のお仕事を今やられるように。はい、声のお勉強なんですね。はい。ちなみに歌とかは何です。何だっけ、
ちゃいな声そうなんですってちっちゃいな声、はい、そんな美咲ちゃんの趣味は何ですか、はい、趣味、私旅行が大好きで、はいはい、結構各地に行って、うんうん、神社とかお寺巡ったりとか神社巡ったりとか、みんな雅だね、スタンプメンバーはね、なんかお上品な方が多いです、旅行が大好きなのと、うん、あとはお酒が大好きです。あら、お酒も好き、いいですね、なんかポストガール向きですよ、みんな、はい、そんなね、お酒大好き、はい、なんか雅な美咲ちゃんですけれども、まあもう最後ですよ、ちゃんと粘り強く問題出します。最後までエルちゃんのサイリウムの色は何でしょう。白です。正解。出てよ、よかった。というわけでライブに向けてのコメントをお願いいたします。はい、ですね、踊ったりとか歌ったりとかする舞台っていうのは初めてなんですけれども、うんうんうん、当日来てくださった皆さんと一緒に楽しめるように精一杯頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで今日ね、いらっしゃらない節約を折原司さん、霊華役の渋谷恵梨香さん、受付役の島垣クララさん以外のメンバーを全員紹介いたしました。以上、劇団ドリームクラブメンバー紹介でした。さて、まもなくお時間なんですけれども、ここからちょっと駆け足でね、途中からこの放送見たよって方もたくさんいらっしゃると思うので、ここで4月30日のライブと、そして5月15日マリの生誕祭についてのお知らせを再びしていきたいと思います。まず4月30日渋谷ライブハウスルイド K2 にて、劇団ドリームクラブのホストガールオンステージシャープ1が開催されます。はい、こちら渋谷ルイド K2 は渋谷駅南、うるさいなコーヒーを飲むんじゃないよ渋谷ルイド K2 にて、ライブハウスルイド K2 にて行われます。昼の部は14時開演14時2時ですね。そして夜の部は18時半開演となっておりますね。こちらたくさんの注意事項を、まあ、冒頭でお話ししたんですけれども、1つ目、会場までの並び列について、昼の部、夜の部ともに全席自由スタンディングになっておりますので、会場まで近隣のご迷惑にならないように整列お願いいたします。はい、そして出演者のスタンドバナーについてですが、もらえるのはとてもありがたいのですが、今回郵送は当日の午前10時までの到着でご指定お願いいたします。そして3つ目、手荷物なんですけれども、ライブハウスにも、コインロッカーが10個ほどありますけれども、こちら小さめになっておりますので、駅のロッカーをご利用いただくことをこちらからお勧めしております。お願いいたします。そして4つ目、ライブハウスはワンドリンク制になっております。チケットの料金の他にワンドリンクの料金かかります。そちらだけご注意くださいませ。飲みすぎはほどほどにということでございます。どれも重要なことですので、劇団ドリームクラブ公式ツイッターでも流していきたいと思います。そちらぜひチェックしてください。またライブ当日はこれまでにない充実した物販コーナーを設置しております。ツーショットチェキに代わって、制服私服のブロマイド、そしてドリームクラブの小さな巨人、せっちゃんのちっこくてかわいい、スマホスタンド、そして私ミアンの肉の高円寺の手ぬぐいが発売されます。そして4つ目はドリームクラブドリガチャ、こちらもご用意しております。そして5つ目なんですけれども、こちらドリームクラブ受注生産の劇団ドリームクラブオリジナルグラス、こちら発売になります。5つ目のこちらに関しては当日ではなく、ご自宅に後日郵送という形になります。そしてまあ気になってると思うんですよ、ドリガチャってね、何ぞやと。こちら中身の比率を特別にここでお教えします。サイン入り T シャツは当選確率 10% でございます。そして取り下ろし席当選確率がルルルルルルル 70% でございます。そしてゴニョゴニョなあれは 20% でございます。ゴニョゴニョなあれがね、何かわからない方、まあ当日お楽しみに。 20% なので当たらないかもしれないですけど、ぜひお楽しみに。はい、そして続いて劇団ドリームクラブの
マリ生誕祭についてでございます。マリ生誕祭は5月15日日曜日、こちらですね、中野の、こちら東さん、失礼いたしました、新中野スタジオルーシーさんにて行われます。こちらマリ役であるゆずきなるみさんを囲んでの撮影会となっております。チケット発売は本日、こちら放送終わって1時間後ですね、22時より受付開始になりますので、ぜひチケットゲットしてください。参加人数が大変限られているイベントとなっております。